東京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の桑原、対するカープの先発はルーキーの森下、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。カープピッチャー交代です。森下降板、左の堀江、今日2人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。次が4球目、投げました、打った、サード左横のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番陽。第4球は危ない球。第5球投げました、カットボール、見逃し三振。バッターは8番大城、第1打席はショートフライに倒れています。打った、打球はショートの右、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして6対5、カープ1点をリードされています。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー桑原、投球はこれから3球目、カットボール空振り。さあ4球目ボール。第5球投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。次は4球目、投げた、打った、菊池ボールを取る、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番丸、今日3打席目。投球これから2球目、ストレート見送ってストライク、もう追い込んでいます。外角低めいっぱい、見逃し三振。堀江、最後は見逃し三振に仕留めました。4回の裏が終わりまして6対5です。カープ1点差で逃げ切りました。ご覧いただきましたように、本日の試合はカープが勝ちました。勝利投手菊池康則、敗戦投手高木、西武中崎。さて、本日のヒーローは西川、本当に今日は大活躍でした。